はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今月号の How to do がは秋の訪れをテーマに作品を作っていきます。皆さんはね、秋というと何を連想しますか？僕はね、やっぱり枝物が大好きなんで、紅葉が一番最初にこう頭に思いつくんですよね。だからね、今回僕は紅葉をテーマにちょっとこう秋を演出していきたいと思います。ただ普通にこう秋のね、花々と合わせると、まあ、本当にこう秋草みたいな感じになっちゃうんで、そうじゃなくてちょっとこう可愛いガーベラとか、そういうものを合わせて、僕なりの秋を表現していってみたいと思います。皆さんもね、もちろんこう自分なりの秋を表現したアレンジメントを制作してみてください。またね、今回僕が作るものを真似して作ってみてもいいと思います。では早速いってみましょう。はい、では始めていきたいと思います。僕は最初にね、僕のイメージは紅葉と言いましたが、まさにこの紅葉、今回はこの七かまどを使っていきます。もうすごく色づいてますね。こういう上前の方に重心があって枝が細いものは、こう刺した時にくるっと回っちゃうんですよね。どうしても重心が重いからこうやってくるっと回ります。なのでこの下をうんとこう平たくナイフで削って刺していきましょう。そしてカーブをつけるときはこう溜めるっていうね、テクニックが枝物には適用されます。こう溜めるときには枝をバキッと折っちゃわないようにゆっくりゆっくりと形を作っていきましょうね。はい、ある程度紅葉でアウトラインを構成していきます。はい、では次に上にね、枝を出していきましょう。先ほども言いましたが、だいたいアウトラインをね、紅葉で形成していきます。はい、次にこのね、クロトンを入れていきます。まあ、クロトンはこのまんま出すとちょっと長すぎるので、ここの中間で切り込みを入れて、このように切り込みを入れていきますね。そして短くして刺していきます。もう一枚刺しますね。このね、短くするテクニックはものすごく役立つテクニックなんで、ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。はい、次にこのガーベラのオレンジを入れていきます。ただガーベラは前にもお話ししましたが、これフォームとの相性が悪いので、必ず中にこうワイヤーをインソーションして、それで刺していきましょう。はい、こちらでガーベラが入れ終わりました。はい、で次にこういうところ、ちょっとカメラでは見にくいところなんですけども、少しこうフォームが見えてます。そこに先ほどのこの七かまどの紅葉をですね、葉っぱにして
刺してみましょう。ファンデーションワークですね。はい、次にこの手まりそうでまたファンデーションワークの続きをしていきます。はい、では次にこのモントブレッチャーをね刺していきます。これでなんかアウトラインに少し柔らかい動きを出していきますね。はい、そしたら次にですこのウィキョウをねアレンジに入れていきます。はい、そしたら最後にねこの割れ木工を入れて完成します。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。紅葉がね結構効いてますよね。でやっぱこういうね秋ってなんか細かい花を組み合わせていくとこう秋っぽくなっていきます。ただその中にこうガーベラ、今回丸いガーベラを入れたことによって可愛さがね出てますよね。では秋っぽいアレンジメントぜひ皆さんも制作してみてください。きっとね皆さんのお家にも秋が訪れることでしょう。ではまた来月 How to do 画の素敵な作品を皆さんに紹介したいと思います。 See you next time。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。